ザクリーターズ本日最後のトークセッションということで、はい、皆さんありがとうございます。ますちょっと今日ですね。あのソーシャルディスタンスを保ってということです。ごく、あのお席の間隔を広くとっていただいてるんですが、あの冒頭ご案内ありましたように、あのちょっと息苦しいかもしれないんですが、マスク着用の上での、えー、ご清聴をお願いできればと思います。僕らは大丈夫なんですよ、ね、はい、ここにスライドがあるので <laughs> 大丈夫です。<laughs> はい。 でではですね、えー、と本日最後のトークセッションということで藤井ヌカケ e ザクリエイターズトークセッション本日、あのー、もう先にご紹介がありましたが鶴田さんと藤田さんお二人に来ていただきましてまず今回ですねいやーコロナウイルスすごい大変なことになりまましししたたね,ねびっくりしました <laughs>、はい、お二人は特に PTX さんはイベントであったりとか、えー、あとは、えー、と鶴田さんの方も特にイベントですもんね。 なのですごく影響を受けたあの一番の業界なんじゃないかなと思いますその中で、まあ、これからのニューノーマルっていうのをあのアートだったりカルチャーの面からちょっと考えていければと思っております、はいはい、それではですねあの先にご紹介があったんですけれども改めてあの本日ですねご登壇いただいている方の、えー、とご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね鶴田雅人さん、はい、ミリア株式会社、えー、CEO えー、そして株式会社エレンテ代表取締役クリエイティブディレクター、えー、まず簡単にご紹介いたします福岡市出身大名将、えー、周遊館早稲田大卒業、えー、英国系外資企業に入社後、えー、ボーイ宇多田ヒカルさんすごいですねロンバケサントラ、えー、あとは松戸由美さんを担当しております マイクロソフト社との共同プロジェクトやカレッジ・レディオ・ジャパン等の参画そして独立後ロンドン芸大でキュレーション学びアートベンチャーミリアを福岡グロースネクストここでスタートアップとして立ち上げられていますその後米国 NPO アート法人 J コラボニューヨークですねバイスプレジデント日経新聞社アジアンレビュー記者バイリンガル雑誌ウーリー発行人そしてあとはあの六本松の蔦屋書店さん こちらでアーートスペースペの監修をされていますそしてもしかしたら聞いたことがある方もいるかもしれないんですがラブ f m さんで「福岡コーリング」という番組を実験的に行っていただいたと思いますそしてその後福岡市科学館こちらが、えー、と昨年2019年になるんですが「ファッションが教えてくれたこと」というテーマタイトルで福岡市経済観光文化局と共催をしております。 えー、そして、こちらが同じイベントになりますが、えー、福岡アジアアートウィーク、うん、ザ・ファインダーズ2019こちらですね、えー、6日間でしたかねにわたって、ね、開催をしたものになりますそちらの、えー、実行委員長を務められていますあとは、えー、各大学で、えー、非常勤講師、えー、と客員講義を行っていらっしゃるということなんですがありがとうございます読み上げました。<laughs> すごいですねなんかね。<laughs> いやいやいやもう自分でもね緊張しますねこんなの。そう、ね、一応でも一番誇り高いのは大名小学校の卒業生ということが自慢です。はい、ここに <laughs> こ<れ>育ったってことですもんね。ここにあのランドセンションって通ってた時期が実はありました。<laughs> もうまさかこのスタイルになっているとは思わずですよね。すごいアイデアだと思いますし、うん、まああのスタートアップっていうのはね今日本も世界も一番。 やらなきゃいけない、あるいは、どんどん起きていることだけど。まさか自分の母校がね、その一つの基地になっ。たことはね、もう驚いきましたし。たまたま S. N. S. で知って、応募しました。そこで、アートベンチャーを立ち上げられたといと、ね。とそうですね。あのー。やっぱり、スタートアップは、まあ、僕みたいなロートルでも、ゼロからやるのが当たり前なので。まあ、さっきご紹介いただいた、まあ、東京で独立してやってた会社とは。 全く別のものもをまあ福岡自分のふるさとでいろんなあの恩恵も受けたしあのどんどん成長している町だけど自分が何をやれるだろうかなと思った時になんか現代アートをしっかりやる企業が一つぐらいあってもいいんじゃないかなってことを思い立ちましてめっちゃあのあの計画事業計画書書,書きまして、はい。 多分最後に ob です。って書いたら多分それであそう言っていただいたんじゃないかなと思います。<笑><笑>ありがとうございます。えっとまずはですね。あの、鶴田さんのえ、メディアでの活動だったりとかまあ、そのコロナ後の近況について、ちょっとお伺いをした後に、はい、その後藤田さんのご紹介をして、今日のあのトークテーマの方に移っていきたいなと思うんですが、近況いかがですか？そうですね。あのー、まあ、現代アート。 と思ってアートベンチャーを作ってまあそもそもえと美術館やギャラリーって人がこうスタジアムとかあるいはそのビッグアーティストのコンサートみたいに押しかけるものではないのでもちろん多大な影響は受けてるんですけども一番やっぱり僕らが一番心配するというかケアしたいと思ってるのはやはり若いアーティストなんですよね。 もともとね。実は福岡ってあのー、ものすごいミュージシャンやまあ、有名人たくさん出してるじゃないですか。はい、で、メディアを作らせてもらって、ここでスタートアップをしたらものすごい。こう。いろんな発見がありましたね。ミュージシャン以外のやっぱり現代アートやそのメディアアートだったりとかまあ、それこそイラスト描いてる子だったり、そういうそのやっぱり。 の卵がたくさんいるってことはやっぱりすごいそのミリアを作って発見できてよかったたなと思いましたねそれがあれですよねあの昨年私も実は司会をさせていただいたんですけれども「はい、ザ・ファインダーズ」の方につながっっていらっしゃるとそうですねあのもちろん今までもギャラリーもあれば立派な美術館もあるんですけども、まあ、どうしてもヨーロッパだったりアメリカ海外だったり既に有名な。 えっと、アーティストが紹介されてるんだけどもそもそも福岡の地元にミュージシャンだけじゃなくてあて有名人だけじゃなくてたくさんその卵がいるってことを、まあ、一緒にミリアがその、まあ、先導を切って、まあ、探しましょうっていうことを、まあ、福岡市の,あの皆さんともお話しして福岡アジアアートウィークっていうのをやらせていただいたんですね。 こちらはちょっと後でスライドもございますのであのー、ちょっと写真だったり映像とかを見ながら改めて振り返っていきたいなと思います、はい、鶴田さん本日よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいそして続きまして藤田さんですね PTX ジャパン株式会社共同創業者取締役 CM を こちらもご紹介させていただきます慶應義塾大学卒業後株式会社インテリジェンス今の現パーソルキャリアさんですねこちらで営業担当後2003年アマゾンジャパン株式会社に入社そして最年少マネージャーとしてマーケットプレイス事業の営業統括を経て PTX の前身となるオリノコ株式会社、はい、こちらを創業されています。 そして国内コミュニティマネージャーチームを統括した後営業マーケティング統括を兼務2019年6月に CMO に就任しグローバルシンガポールです、ね、シンガポールマレーシアシシンガポーールマレーシアを含めた PTX 全体のコミュニティマネジメントビジネスディベロップメントマーケティングを統括、えー、日経米もで会ってますかね。ねはい、はい キーオピニオンリーダー,、えー、リンクトゥイン認定インフルエンサー、そして著書に、えー、ファンを育み事業を成長させるコミュニティ作りの教科書、こちらが、えー、本当に2020年、つい最近ですかね、発行されてますのでもし興味のある方はぜひ皆さんご覧いただければと思います。ささあビリクスさんはいかかがですかそうですすそうね、あのー、本当に ピーティックスってイベントのプラットフォームコミュニティのプラットフォームなんですけど完全にこう3密をなりわいにしているサービスなのでコロナの影響というのはもろに,に受けまして3月特にあのオリンピックが延期になるとかそういうのが決まった頃からもどんどんキャンセルが入っていって目の前から PTX、ね、を使って集客をしてくださってたイベントをほとんどが、まあ、キャンセルか延期になるという。うなので、 我々ビジネスという意味で言うと目の前からイベントがガンガン消えていくというのが3月、4月と続いて正直どうなるのかなというところはあったんですけれどもそこからオンラインのイベントですよね今日もテーマになると思うんですけれどもやはりそのオンラインで活動を続けていこうという流れが来て我々もそこにフィットするような形でサービスを進化させてそこからこうオンラインイベントが PTX を使ってくださるようになって。 ちょっと見てみたらです、ね、3月からの半年間で7万を超えるイベントがオンラインイベントが PTX 上で7万ですか、えーはい、160万人がオンラインイベントに PTX で参加しているというような、えー、状況になっています。なので、まあ、かなり今まで,で、ねえー、PTX という世界の中でいうとオンラインイベントって2%しかなかったんですけども98%がいわゆるオフラインのイベントだったのが。 え6月ぐらいは95%がオンラインイベントで5%、なんか秋のイベントとかでえちょっとオフラインがあるというようなあの感じになっていましたがまあ本当にオンラインシフトというかもう完全にビあの我々のビジネスの根幹が変わるみたいなことがこの半年間起きたというような感じでしたね。社内的にににはそこのもう完全に逆転してしてまったわけけだと思うんですれれどもそこの流れに どうにか乗らなけれそこがなんかすごくチーム強いなと思ったんですけどやっぱりその3月4月に何をしたかというと、えー、みんながですね、まあ、僕も含めてオンラインイベントをとにかく開催しまくるっていうことをやったりとかあといろんなサービスが出てきたのでそのサービスを実際使ってオンライン上のコーワーキングスペースをやってみたりとか<ー>もう全く関係ないですよ p t x は一切関係ないようなことをとにかくやってオンラインの世界って何が起こるのかということを研究して。 えー、行ったとでまあ結果としては全く年初には想定してなかったんですがその9月に p t x ライブってはもうある意味新しいサービスですね、えー、例えば音楽とかってチケット買った人しか見れない環境を作るってすごく大事だと思うんですよ、うん、有料のイベントの場合には。そうういったような、えー、主催者の方が 配信する、まあ、セキュアな場所って我々呼んでるんですが、まあ、買った人しか見れなくて高音質高画質な配信ができるようなサービスっていうのを立ち上げさせていただいてこれもう年初には一切計画にも何もなかったことなんですけど、えー、気が付いたらこうなってるっていううそもうそれは秋頃から始まる、はい、ちょうど9月に最初に始まったんですけど、はい、えシンガポールのアーティストすごかったですねいきなりやっぱりアジアのアーティストを取り上げるところが まあさんらししいいなとと思いましたねねちょっと、ね、多分本編の話にもあるのかと思うんですけど今までこうリアルのイベントってこの場所福岡だったら福岡に来るっていうことが一つあったと思うんですけどオンラインのある種の面白さってシンガポールで行われているライブが日本で見れるとかなのでもう国境も越えていくので、まあ、どんどん混ざっていくようなことがオンラインの世界で起きるんだろうなっていうのが。 面白いい変化ですすよね <laughs> ありがとうございますちなみに今、えー、とオンラインとオフラインが完全に逆転してしまったということだったんですけれどもオンラインから、えー、とオフラインのイベントっていうのは最近また戻ってきてるようなイメージです,かあそうですねあのまさにおっしゃる通りで先ほど95%がオンラインになった時期がしばらく続いてたんですがここ最近で言うと、えー、PTEX の中でいうと7割がオンラインで3割が えー、オフラインのイベントという感じなのでだいぶそのオフラインのイベントっていうのが戻ってきてるなという感じはあります、まあかなりいろいろ気をつけながら皆さんやってらっしゃる感じではあるんですけど、はい、あ少しずつこう戻ってくるんじゃないかなというところありますね。特にこう今日みたいなクリエイターズみたいなハイブリッドとかね両方やるっていうのが今やっと出てきててて、うん、それがまああのオーディエンスやお客様にとってもこちら側にとっても新しいテーマで。うん 面白い部部分分と大変な部分がめちゃゃくちち大変なんですすよねありまょっとじゃあその辺りを今日はこれからのニューノーマルをどう生きていくのかというところで、はい、トークセッションの方を進めていきたいと思うんですが、はい、えまずですねでは早速なんですけれども本編の方に移らせていただきたいと思います。今日はですねテーマが「ニューノーマル時代のエンタメとコミュニケーションの新しい関係」ということであのこの時代だからこそ音楽やアートとそしてテクノロジーにできること。 さらには新たなコミュニケーション、こちらをマーケティング視点から探って実践する方法を考えていきたいと思います。最後にはですねトークセッションの終わりにあの皆さんからの質問もお受けしたいなと思うので、ぜひスライドの中等であのお話の中、気になるところがあれば最後にご質問いただければと思います。では早速、ちょっと次のスライドに移りたいと思うんですが、こちらですね、まずあの鶴田さんのご紹介の際に。 ありがとうございます。ちょっと動画をご覧いただきたいと思います。去年の春ですね。懐かしいですね。2>, 2月、3月、2月ぐらいです。これがあの先ほどご紹介をしたザファインダーズ2019、えー、ですね。 実際にアーティストを呼んでのライブであったりとか、あとはこちらのセッションですね、これが6日間にわたって開催された、それと展示ですね、展示,が展示も福岡市科学館でしたね,そうですねあとアジア美術館、あと民間でライフさんも参加していただきましたね。ものすごい昔のように感じます,す,すね。<laughs> うん こちらのイベントはエミリアさんとそしてピディクスさんも一緒に今日関わっていらっしゃって、はいはい、実施されたものになるんですがこちらちょっとだけ振り返ってみて鶴さんいかかがでしたかいやあのめちゃめちゃ楽しかったですね <laughs> あの。終わった直後はヘロヘロになってましたけど <laughs>、まあ、あの本当に自由に今今日のテーマもあるけどそういういろんな制限がない時に。 あれを福岡市の皆さんとできたのはねあとやっぱり若いアーティストとできたのはめ、うん、めちゃめちゃゃ幸せなな時間だったなと思いますねそれをどう今後ねまたやり続けられるかというところがテーマかなと思いますね。うんうん そうですねなんかもう本当にたった1年前のことなんですけれども本当にコロナウイルスの影響がこんなことになるとは想像する前だったのでなんだかすごく懐かしい気持ちなんですがこちらは座学、とあのトークセッションの方でいろいろなゲストの方をお呼びしてあのそれぞれのテーマについてちょっとセッションしていただいたシーンになりますね。そそれれとここちらが、えー、福岡市科学館でででの展示すすねそうですねう実は、うん 市民の皆さん参加型で、えっと、公募の写真展なんで,す、ねはい、でまあアートの中にもちろんいろんなジャンルがある中でも特に今回は写真写真アートを取り上げたいというところでしかもまあ福岡で初めてのアジアアートウィークということでもあるので参加していただくために。 皆さんの写真をプロあんまあ関係なく応募したんですよ、まあ、ものすごいたくさんの応募があったんですけど結果的には10人の方が選ばれてこうやって展示できましたね。<laughs> これはあれですよ、ね、そのアートというとすごく、まあ、人によっては敷居を高く感じてしまったりだとか鑑賞の,の仕方がわからないとかっていうあの課題があるかと思うんですけれどもだからそれをあえてちょっとその敷居をなくしてしまいたいというところも一つ狙いととしてあったのかなと思うううんですがそうですすがそねあのもう今、写真って、ねうん、カメラがなくてもスマホで皆さん撮れるんですけど、うん、親しみやすい部分があるツールなので。 まあ現代アートの中でも写真のアートっていうのはものすごく可能性があるあとは参加していただけるチャンスがいっぱいあるということで、あのー、さっき、ね、PTX ライブでシンガポールの話が出たんですけど真ん中のこの辺のえっと作家はあのタイの作家さんで、はい、まあ福岡市に招聘していただいてまあ 福岡の市民の作品と、ま近い国のタイのアーティストだったり、台湾の写真家だったりが、展示を通じて交流できるっていうのが、まもう一つのものすごくあの幸せな時間でしたね。今実際いかがですか。こういう展示とかってもう現状は。 すべてて延期になっているとか,ですかもちろんあの皆さんご存知のようにすべての美術館がねある時期はお客さんを入れられなかったんですけどまああの予約制だったりとかあるいはそうあのバーチャルでオンラインで見れるみたいなところは再起動やっと始まった状況なんじゃないかなと思いますね、えーえー。結構アートの世界って PTX でいうとシンガポールがすごいアートのイベント多かったんですよ。 なんですけどやっぱりほとんどもうみんなできなくなってしまってじゃあオンラインで何かできることないかっていうチャレンジを主催者の方とかアート関連の方たちされてたんですけど、はい、例えばこう日本でも美術館にロボットがこう行ってカメラで写しながら説明するとかっていうのはあったんですがなんかそのオンラインを活用したアートの取り組みって日本ってどんな 感じになっているんですかそうですねあの日本がどうかっていうと正直現代アートとかアートの世界でやっぱりその進んでものすごくこう何か世界の先を行ってるところってはなかなかまだ見えにくいんですけどねただあのワールドワイドとかグローバルでいうとコロナがもしなくてもオンラインでその、まあ、ものすごい高いハイレベルのエキシビションのレベルの あの作品を見るサイトももちろんいっぱいありますししかもそこで売買も行われていますしそういう意味ではもしそのまあ音楽でいう先ほどの PTX ライブだったりとかいろんなチャレンジがやらなきゃいけない状況にもなったので進んでいくことを期待したいところはありますよね。 実際に PTX さんの方ではそういったそのアートだったりカルチャーっていうののイベントっていうのも現状は出てきているようなイメージですか出てきてはいるんですけどやっぱりその何ですか結構バッと今までだと集まるとか会場があってそこで見るとかっていうのが結構メインだったところは割とやっぱり難しくてあのオンラインであるのは例えばそのアートについて説明をするとかいわゆるこうトークイベントみたいな感じですよね。この 作品はどういうい意味があるのかみたいなものをオンラインで配信するみたいなものは結構出てきたりはしているんですけどもそれ面白いですねちょっとなんか先ほどファインダーズともあの小松さんがご紹介していただいた科学館のあれは企画展示室なんですけど別のフロアでそのレクチャートークセッションが行われたんですけどやっぱりあの今そのオンライン上でで よりこうきめ細かくできるその説明だったり、インフォメーションというのは結構アートに関してはめちゃくちゃ大事にはなってきてると思うんですよ。なので、あの作品を展示して、写真や自分のアートにすべてを込められていて、それがあのすべてであって、説明はいらないでしょうというアティテュードだったり、見方もあったんですけどね。 これからは積極的に自分の作品を。あの説明するサービスだったり、アティテュードも大切だと思いますね。うん、なので、あの。レクチャーも、あの写真展、まあ貴重エクスビジョンの写真展を。まあ、前回はあの。ハービー山口さんという世界的な写真家に。やってもらったんですけど。まあ。あの、会場に近い。あの二階の六本松蔦屋書店で。 彼自身の,あのレクチャーももやってもらってらたんですねそれがものすごく好評で、まあ、あの入れない方の方が多かったしもう一度それをあの2回目もやることになったりとかやっぱり見るだけじゃなくてどういうこれが背景で撮られたのかとかどういう具体的な技術で撮ったのかっていうのを作家自身がこう生でこうやって喋るっていうのはすごく大事だなと思いましたね。 でそれがこれからのオンラインのアートのプレゼンテーションだったり、まあ、ハイブリッドなエクスビジョンみたいなのにつながっていけばいいなと思ってますね。となるとその作品力だけではなくてその作品を外にアウトプットしていく際に、まあ、ご自身のネットワークだったりとかコミュニケーションの取り方っていうのを新しくちょっと考えていかなきゃいけないっていうイメージでしょうかそうですねう 確かにそれでいうと今回そのこの後もちょっと出てくるかと思うんですけれども、あのーまあ、皆さんがリアルな場で集まれなくなったからこそある意味、取れるようになったコミュニケーションだったりとか新しくできた人脈だったりとかっていうのもいくつかあったかと思うんですけど逆にそこが強みになってくることも新しい時代のあり方としてはあり得るということですよねそこでもちゃんと捉えないと逆に言うとチャンスが少なくなっちゃうということです,か、ね、そうですね。 なのでエクジビションとか展示にどう人を呼ぶかというマーケティングもより大事になったし、うん、同じような作品を作ってても、まあ、もしかしたらたた足りないかもしれないというところもあればマーケティングと PR の手法と、まあ、アーティストがただこ,うこれから俺らどうしようというのもあるんだけど、まあ、そこに、まあ、いろんな人間たちが寄り添って新しいもしかしたら 作作れれないものを作れる可能性そうですよね。なんかちょっと違う話になっちゃうんですけど今ある意味混沌とした時期というか非常に大変な時期じゃないですかで苦しい時期で世界中がっていう時に例えばニューヨークでいうと今 PTX ニューヨークにチームメンバーいるんですけど話聞いてるとすごい治安が悪くなってきてるらしいんですねはい、はい、ニューヨークの街自体が。でちょっとその80年代の危険な空気感みたいなものが少し今あると。ただ えー、あの頃にやってここ数年っていうのは非常に綺麗な街で安全だったんですけど逆に言うと安全になってそのアートとかアーティストとかカルチャーが育つ生まれるみたいなところが弱くなってたっていうのは結構みんな言っていて、うん、ただこう今混沌としてちょっと何て言うんですかね危険なある種の香りみたいなものがしてくるとアーティストの人たちは結構動き始めてて要は表現をしようとし始めると。なのので逆ににこの数年後に 結構面白いカルチャーが生まれたりとかあとが生まれるんじゃないかみたいな話がニューヨークの方から結構聞こえてきたりするんですけど日本とかもある種、まあ、今すごく大変な時期でなんかオンラインの可能性っていうのも1個あると思うんですけどこの状況だからこそなんか生まれてくるものみたいなものもあるのかなといういやあのめちゃくちゃありますね。あの日本東京ももそううだしし多分この福岡にもあると思うし あるいはアジアだったりヨーロッパだったりとかまあ今ご存知のようにパリとかロンドンとかまたもう一回あのロックダウンされてるんですけどまあアーティストってある意味もしかしたら同じように僕らとは一つのこう不幸というか我慢をあの感じたりはしてるけれどもあのちょっとまあそこを瞬発力にできる柔軟性だったりとかそれをモチベーションにできる 一般の我々と違うさ何かを持っているわけじゃないですか。それでもし作品ができたとしたら、もうまさに藤田さんがおっしゃっているように、この時代やこの二千二十年だからできたあるいは生まれた注目されるアーティストはね、相当いると思ってますね。はい。そういう意味ではある種楽しみというか。そうですね。とあ,すあのどうやってそのその電車にも僕らがあのアクセスできて、そうですよね。どうやってこう。 まあ、プレゼンしてあげるかというところですよね。うん、そうか、じゃあ。ちょっとそこは楽しみです、ね。楽しみですよね。<laughs> でも、そうなると、これからの時代だと、まあ。ある意味、あの通常のメジャーシーンでは、例えば、表に出ることがなかった。才能だったりとか、アーティストの方っていうのが。もう。ポッとニューウェーブとして。掴みやすくなったりだったりとか、あとは、その。 アーティスト自体の取れ高がすごく高くなりそうな気がしていてなんかそういう意味では個人が活躍できる時代になるかなっていうのとあとその特に若い世代の方であればこれからの時代にま社会がこういう状況になってしまって頼る場所がどうしてもないですよねだから自分でどうにかしなきゃいけないってかその力がクリエーションにつながってくれればすごく活気があふれそうな,なんかそのこの時代に打ち勝つじゃないんですけれども。 ありそうな気はしますねで、えっと、ちょっと続いてお伺いしたいのがあのちょっとこれはですね先ほど私たちの打ち合わせの中では藤田さんのことをコミュニティ番長と呼んでまして <laughs> コミュニティ番長があの今 YouTube ではい 配信をされてらっしゃるということだったんですけれども、はい、こちらのちょっと意図だったりとか実際になんかちょっと背景についいいてて伺いたいなと思ってるんですがです、ねはい、最初にちょっとお話ししたんですが一番最初はですねあのやっぱりオン,ラインオンラインで配信することとかオンラインのイベントっていうのがどういうことなのかっていうのを知りたいっていうところからまずスタート、まあ、それ3月4月の頃なんですけどあったんですが、まあ、やっていく中で今まで本当にリアルにこう集まるイベントをずっとやってきた。 えー、人だったのでそことの違いが何かなっていうことを感じたときにやっぱり出会いの量は圧倒的に減ってるなというのが、えー、あってでオンラインでこうゲストを呼んでお話しして津田さんとしゃべってるのを配信するみたいなことはできるのですごくいい部分としては、えー、津田さんをお呼びして配信するとです、ね、津田さんとすごく仲良くなるんですね。なので配信をこう定期的にすることによって僕自身はすごくこう友人が増えたというか、えー、今変な話です。週に 7種類ぐらいのイベントを配信してるんですがいろんなタイプの人たちと仲良くなるっていうのは1個それはもうあのファシリテーターとして1個いいところはあるんですがやっぱりそれでもなんかこう偶然の出会いって喪失しにくいあの「津田さん出てください」ってお願いする感じになってしまうのでそうするとこう自分の範囲をあんまり超えていかないっていうところがあって、えー、そこはこうどういうふうに作っていくのかなっていうのがこの数ヶ月間あの実験。 いいろろ考えてたんですけど一個生まれたものとしては毎週ですねお昼に週1回20分間の番組を配信してるんですけどもそれが「つながっていいと思ってですね、笑っていいとも」完全にパクったえイベントなんですがなんかフジテレビの方と一緒に配信をしていてそれがですねゲストが次のゲストを呼ぶっていう,こう鉄のおきてみたいなのがあって最初の一人目だけ知り合いなんですけどなので今17回ぐらいやっていて、え。ー 1> 1回目以外は知らなないい人でずっっととつながっていくとでそうするとですね多分、えー、コロナ禍以前だとの生活をそのまま続けていたら絶対に出会わなかった人たちと今なんかこう毎週出会っていくんですね農家の方とか宗、ね、教家の方であるとか本当にこに幅広い方たちと出会えるのと、うん、あとオンラインなので全国各地の人と出会えるあとニューヨークの方にも出ていただいたりとかしたんですけど<ー>でそうするとその場所にこの状況が。 こう落ち着いて行った時に会おうっていう人がいっぱいいろんなところにいるっていうことが生まれるのでなんかこのオンラインの活用の仕方で一つでなんかこう楽しさみたいな生き方みたいなものも変わっていくのかなっていうのは感じますしでオンラインの配信って変な話なんですかねこう見てる人が究極で言うとそんなに多くなくてもやってる側が楽しむっていうのが結構あってである人が言ってたんですけど なんかこう気になる人を皆さんこうあ「じゃあちょっと今度お茶でも行きませんか?」とか「えー、飲みに行けませんか?」って,って以前だとなんかこう飲みに行ったりとかしてたと思うんですがそれがちょっと今難しい時に気になる人がいたら「ちょっと番組に出てもらえませんか?」っていうので30分でも出てもらうで公開でなんかこう飲み会お茶,お茶をしてるのを公開でこう流してるっていう感じなので個人的にはその人と仲良くなれたらいいっていう部分もあってなんかこう考えようによっては。 先ほど個人が強くなってくる時代という話がありましたけどやっぱり個ここの発信がすごくしやすい時代になっているしこうさらにそこがこの半年ものすごい加速しているので結構皆さんがそういう動きをしていくとなんか面白くなるんじゃないかなというのはやってきてき思いましたねめちゃめちゃあのその僕が思ったのはもちろん PTX の藤田さんとは進行とお仕事はしていたんですけどある時まあコロナの中で 日頃よりもやっぱりネットをよく見るし SNS を見てたら藤田さん自身がなんかめちゃめちゃあのキ,ャキャスターみたいになってその今おっしゃってるねこみつくの番組をやってるじゃないですかある種そこもすごいインパクトがあったんですよねやっぱり IT ベンチャーのトップとかこうファウンダーになると忙しいだろうけれどもまあなんか自分が出て <laughs>。 そうやっていろんな人と喋ってるのをこう見せられると、まあ、すごく元気もらったしやっぱりなんか面白いことをやれる今状況にあるんだなってことを気づかされたというかそれで今回ちょっとあの福岡まで来てくださいって言ったのもそれがきっかけなんですけどね。<laughs> あなるほどど実際私もも拝見したんでですけれどもあの,、YouTube、の方で 検索すると今出てきますよね。そうですね。<laughs> あの全部今アーカイブされてるかと思うので、<はい S 1> もし気になる方いたらぜひ見てみてください。ちなみにそのフジテレビのそのイートモ方式ってはいはいもうちょっと細かく聞きたいのはそのはいはいまあそのバトンを渡すときにはその人にあの次のお客さんをゲストをその人に任せるすあのゲストの方にあのお願いをしているのはもうこの状況下ですごくこう 活発に動いてらっしゃる方とかそのゲストの人にとってこの人の活動はみんなに知ってもらいたいという人を紹介してくださいというお願いの仕方をしていてそれでこう毎週毎週つながっていくって感じですね。すすごいいいリレーというか人脈ででよねねきていくのが、ねね、最初そんな無茶なお願いして許されるのかって思ってたんですけどひとたび3人ぐらいそのルールでやると皆さんもそういうもんだからしょうがないかって,って協力してくれるように自然になっていったっていう感じですかね。うん なんかそこにあのクリエイターや若いミュージシャンやアーティストとかがねまたつながっていくと違う流れも増面ていきますかそういったこれまではリアルの場でしか演出、まあ、演出というとあれですけどあの実現しえなかった偶然の出会いみたいなものがきちんとオンラインの上でも。 あの実現できるっていうのが分かった実証実験になりただあのやっぱりあのオフラインはいいなってオフラインの場に来ると思うのはそれってこうゲストの人とは仲良くなるんですけどこたまたま今日終わった後にちょっとお話ししてとかっていう感じのにはなりにくいっていうのというのはあるので一番好きなのはオフラインですけどでもオンラインでもいろいろやれることあるなっていうのは見えてきたところですね <laughs> ありがとうございます。 でではですねあのちょっとニューノーマルエンタメのニューノーマルっていうのを少しちょっと考えていきたいなと思うんですけれども実際、この例えば、えー、と2020年、まあ、3月以降ですね例えばお二人で気になるサービスだったりとかなんかこういった動きが面白いというあのこの手法は面白いんじゃないかなっていう側面だったりとかもしなんか気になったものがあればちょっとぜひお話をお伺いしたいんですけれども何かありますかじゃあ前座で僕からや まあさっき紹介していただいた時にあの福岡コーリングっていう福岡の放送局のねラブ・エフムのお話にしていただいたんですけどやっぱりあの今コロナ禍で始めた藤田さんのその取り組みと似てて番組ってやっぱりあの僕らはそのまあ 制作してパーソナリティとして喋っててゲスト来てもらってでも結局あの実ーのためにやってはいるんですけど我々もその意外なあのゲストとの出会いとかもあるわけじゃないですかでやっぱりあの今首都圏とかでも FM のプログラムあのお手伝いしてるんですけど相当やっぱりラジオリスナーは自然像というか増えてはいるんですよね。 まあそういう時にまあクライシスというか大変な時だからもうお家でやることないからラジオ聴いてますっていう人がいる時期にまあラジオ側からメディア側からちょっと意外な面白さをもっと加えていくっていうことも大事かなと思っていてやっぱりポッドキャストの世界的なブームだったりとかそういうところとつながっていくようにあの音声メディアの可能性はめちゃめちゃ 感じてますね音声メディアというとちょっと先ほどの打ち合わせの際に一つあのサービスが出てきたんですが、えー、と鶴田さんから教えていただいたのがクラブハウスですかねもう、まあ、そろそろ皆さんが使っている Facebook とか Instagram とか次が出てくる可能性があるとあの IT の業界の皆さんが言っていてまあその。 今シリコンバレーで最もベンチャーキャピタルがお金を投資しようとしているところがやっぱり音声メディアの SNS だって言われていて、まあ、クラブハウスという名前なので皆さんもちょっと今日覚えておいていただきたいんですけど、うん、まあもう100億円ぐらい、えー、と<し>2020年の6月に調達をまだベータ版しかないので我々は入れないんですけど、うん、僕も一応。あの オファーはしてるんですけど、紹介制なんですよはははは。あの、まさに藤田さんのメディアみたいに、はい、一応紹介がないと入らないんだけど、これがもう一つ。その音声でのチャットだったり、音声のあのコミュニティなんですよね。うんうん、ただ、もおそらくポッドキャストがメインポッドキャストの原型にどんどんじゃあ、次誰呼ぼうっていうのを、あの毎回毎回のブロードキャストじゃなくて、そこのコミュニティとして増やしていく。 で一度そこに入ったらまああの元昔のミクシーだったり今のフェイスブックの友達みたいになっていくとこれが多分そ,のそれだけ期待が大きいのはこういうその特,スペあの特別な緊張感の中で、まあ、今まで以上にその相手や友達を選ぶときに、うん、音声っていう一つのこう証拠というか信頼度みたいなものが 求められててるるのかなと想像はしてるんですけどね,ですね。音声確かにあの出てて他のサービスでいうとあの元世界カメラっていうサービスをやってた井口さんがラベルっていうサービスを今やってらっしゃるんですけどあのラジオアプリみたいなな感じなんですよねで誰もが番組を持ててでリスナー、まあ、リンクを踏むとその人が喋ってるのが聞けるんですけどすごく面白いのが聞いてくれてる人を呼び込むことができるようになってるんですね。 その瞬間ににに出演者に変えられるいいうようよなな仕組みになっていてただただだべってるってだなのでダベルなんですけどで結構熱烈なファンコミュニティが生まれててダベラーみたいな人たちが今いて結構なんかこうマニアックなですねやっぱりそういう方が熱量高くなるので結構こうニッチなトピックでいろんな番組が立ち上がってそれに集まっていくで音声なので結構気楽にみんな参加できるみたいなのは出てきているので音声っていうのはすごく んかこう度見直さされれてて注目ますよねコロナ禍の先ほどの最初の質問で言うとイベントの世界で言うといくつかすごく面白いイベントは出てきていてまあ皆さんあのご存知かもしれないですけど劇団ノーミーツっていうですねえー劇団えーこれ何かっていうと完全にえ劇団員とまあスタッフの方演出家の方含めて一度も会わずに。 本当に合わなないいみたいなんですけど一度も会わずに、えー、いわゆるリモート演劇オンラインの演劇をやるということで、えー、もう大,大きい公演を2つやってらっしゃるんですけど、えー、数千人集めるんですねでこう今までの演劇の世界でいうとありえないぐらいの人が集まっているということと、まあ、そのさ一番最初の作品はもう Zoom の画面割りをかなりうまく活用されて演劇やられてで2回目はそれにさらに デザインをかぶせてみたので、まあ、脚本もすごいんですけどやっぱりこのあっちゃいけないっていう状況を制限の中で生まれてきたものっていうのは結構強烈なインパクトがあってその劇団のミッは結局ですねものすごく人気になり実はもう テレビ番組に協力もしたりとかもしてますし法人化もしたっていうですね実際ファウンダーの方とも仲いいんですけど一切そんなことは想定してなかったんですあの今まで本当にリアルのイベントを仕掛けてきた方だったんですが、まあ、こうなったからには何かやろうということで、うんえー、オンラインで配信できることを考えた結果もう新しいムーブメントを生み出したみたいなそれはなんかこうこの2020年じゃなかったら生まれなかっただろうなっていうのは。うん ありますね脳みつは多分さっきのアメリカのシリコンバレーのクラブハウスと同じぐらいちょっと日本としてはね一番生み出されているものの中で興味ありますよね,そうですね多分テレビもそうだけど僕らの,あの方でも映画,映画の方も今脳みツに関しては触手が伸びてますすよね面、ねはい、面白白いいいと思いますすい面白いですよね。 お聞きしているとやっぱりそのエンタメだったりアートだったりのカルチャーもちろん他の業界もそうだと思うんですけれども必然、うん、的にまあこういう形でいろんなものが変わらざるを得なくなった状況の中で、まあ、それにすごく波に乗れている人たちっていうのはちゃんとそこで新しいコミュニケーションの手法を編み出していてそれをちゃんと形にできている。 なんかそれがやっと表に出てきてすごいたくさんの方にもともと広がるはずのなかったところにまで広がって知ることができてっていうのがすごくたくさん起きたのかなと今お聞きししてて思いました、はい、ちょっとですねお時間がこのあと18時までなので残り15分になるんですが、はい、えとあと5分ほどちょっとお話をお伺いして最後にご質問がある方にはご質問をあとは、えー、とちょっと予告があるので。はいはい ちょっとその予告の方もお話ししていきたいんですけれどもどううししましょょかちょっと予告がですね個人的にボリューム結構あるんじゃないかなと思ってるんですけれどもお見せしたいものもあるので見たいですねちょっと皆さんにですねあの実際じゃあニューノーマルっていうエンタメのニューノーマルっていうのがまあこういう形で生まれたっていうのを一つ実際に見ていただきたいなと思うものがあるんですけれどもちょっと順序逆転してしまうあこちらですねあありがとうございます。 CRJ、えー、こちらご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます、ちらほら、ちらほら、あの私は知りませんでした、すみませんあの、打ち合わせで,です、ね、初めて名前を知ったんですけれども、カレッジチャート、こちらのキーワードが今、来ているということで、ちょっと鶴田さん、こちら、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい えっともう八十年代のアメリカで起きたブームが、なんとこのコロナも含めて、あの新しいコミュニケーションを特に学生中心に音楽を通じて起きているコミュニティですね。C.M.J. っていうところでアメリカで始まって、アメリカの大学のすほとんどすべてのキャンバスにまあいわゆるコミュニティレディオがあって、そこがあのまあ例えば U.C.L.A. の 音楽好きの学生があの「今日俺が DJ だから」って言ってまあなんかあの「ニルバーナ」かけるみたいなそしたらその「ニルバーナ」の曲がまあシングルにもなってないしあの古い曲だったりしてもどん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 こう大学生を中心に口コミが広がってで結局全ての学校の、まあ、放送部じゃないけどコミュニティレディオが全米の CMJ としてまとまったときに、まあ、結局ビル・ウォード と同等化それ以上のパワーを持ってまあ新しいアーティストが大学のカレッジチャートからどんどん輩出されるようになったんですよ。でそのの日本版がこの J ですねだから今福岡と関西札幌に東京にありまして、はい、あの各地であのまあ今日もちょっとミリアのインターンとしてもあの手伝ってくれてるんだけど彼らがあの勝手にその。 選曲とディス,スプレイリストを作って、まあラインとか Spotify とかで発表してるやつですね。では、あのある意味まあメジャーシーンであの見るのではなくて、逆に本当にアンダーグラウンドのところだったりとか、これまで知ることがなかったようなアーティストが本当に学生チャートによって。 排出されるみたいなことですかなり、あのー、マニアックなんですけどマニアックのままだと、まあ、ここまでブームは来ないかつてもなかったしもう一回復活はないんですけどそこからやっぱりメジャーになっていくアーティストがどんどん出ていってるっていうのがやっぱりあの注目されてる理由だと思うんですね。 今えっと CRJ これえっとカレッジレジオジャパンで、はい、えっと福岡ってなってるんですけど先ほどいろんな地域があるっておっしゃってたみたいに各地域で例えばカラーがあったりするんですかめちゃめちゃありますね <laughs> あの <laughs> 全然違うからこれがまた面白いっていうかエリアごとのエリアのアーティストが出て配出されてるまさにねあの<ー>それも自由なんですよねだからそうね札幌と福岡は地元のアーティストをしっかり入れるんですよ<ー>だからまあ 今の札幌、どういう音楽どんなバンドが出てきているかって知りたい人は、はい、まあアマチュアも業界人も札幌のチャートを見たりするんですけど、まあ、全く地元を無視してセンスと好みだけでやっていくというところも関西とかちょっとそういうところあるかもしれないです洋楽が、えー、業界の方もこのチャートっってて見てらっしゃるんですかそれがねめちゃめちゃ去年ぐらいから注目を浴びていてしかもねあの 福岡のチャートが今やばいっ,ていうことになっちゃってます、ね、いすぱりその、まあその学生の趣味とマニアックなリサーチ能力もあるけど、まあ、かなりその,そのまんまメジャーでいってほしいような期待感のアーティスト、はい、ポテンシャルが高いアーティストも結構いるんですよ。うんそれはさすがやっぱり音楽の都市福岡だなという気もしますしね。 なるほど。じゃあああれですよね。ある意味、こういうところであの主導権を持っていった上で例えば p t x さんがこれからやるようなオンラインライブ p t x ライブだったりとか、まあ、そのプラットフォームを選ぶとなんかそこがすごく爆当たりする可能性はめちゃくちゃゃくありますよねそうですね。うん、あります、ね、だから LINEMUSIC さんとか Spotify とかはもう本当に注目してくれてますね。うん、うんなるほど。ありがとうございます。 でえっと、ちょっとこちら予告の一部になるんですがここちちちらの,あのあ先にこっちも見見まましょうか見ちゃいましょょううかゃいさっきからそのニューコロナの話はなかなか伝えにくいんだけどちょっとあるあの面白いエピソードがあって、まあ、実体験をさせてもらったんですけど、まあ、僕はあのさっき出てたボーイとかタタヒカルとかの音楽というよりもアートワークって担当してきたんだけど。 福岡でファインダーズなんかでも福岡市さんが応援してサウスバイスサウス連れて行っているパーフェクトミー e というバンドが福岡にいましてそのバンドが初めてアルバムを出す時にビジュアルをどうするかを悩んでたんですよでまあ相談が来てジャケットをどうするかとかビデオをどうしようとでもその時まさにこの4月5月でスタッフの動きがすごく鈍った時に。 いつの間にかそのアーティスト自身が自分たちのそのオンライン上で。その相手を見つけて、ま素晴らしいアニメーターと出会い、それが。あの P. V. として成立して、最近リリースされたんですけど。そうなんです。めちゃめちゃ話題になってるんですね。その出会い方とまさに、まあ。レーベルとか大人たちが。ほ、がほっといたら、勝手にやったら。 かえってその方がすごいどうやってどうやって見つけたのっていうのを後から僕が教えてもらうみたいなこれがこの作品ですね、はい。ではちょっとご覧いただければと思います。 ということなんですけれども、あのー。どうですかね。どう、どうですか。なん世界観がすごいですね。なんか確かに通常のアートワークで、うん、あのー。アーティストさんを選んでくるって言った時に。出てこないかもしれないです。うん、<laughs> 見つけられない、うん。ね、<laughs> あのー、やっぱり。そのアーティスト同士、作家同士が、そのある種苦しんだり、こう悩んでいた時にお互いに出会って。 生まれた作品っていうのはなかなかちょっとこう,こう表現が難しいんですけどものすごいマッチングしてると思いますねでこれをきっかけにちょっとあの今いろんな企みというか企画が上がっていてまあ,あの福岡で初めてあのこの2人があの2人も会ってないんですよまだ。 直接お会いいしなそれを合わせようよという企画が今度また藤田さんのところに協力してもらって福岡さんとも一緒にやりますこれが、えーとすね、こちらのイベントですね、お会いしてないというのは初耳でした、11月の27日ですね、来月の金曜日に t h e f i ダ n d e r s 2 0 2 0去年の2019に続く今年のものということで、福岡コーリングハイ,ハイブリッドというサブタイトルで実施をいたします。 でここに今、流れている THEPERFECTMe さんと,あとこのアートワークを実施してくださった、えー、エンド・フランスさんが初登場されるとといううことでですすかねそエンド・フランス君、彼は本当にみんながあの今、注目しているアニメーターなんですけどなんとミュージシャンなんですよね、自分の音楽も作ってて。 でなぜかパーフェクトビールのために音楽家なのにこのアニメーションを数ヶ月で作り上げたっていうすごいですねで今あの本当にバンクシーの日本版だって言われてるぐらいちょっと謎が多い 男の子ななんんですけどどほとんど露出はされてない,、ね、いや一切あのライブもやってないしなんか何人かも分かんないんですけどフランツ・エンドんでもまあ,あのこの映像が相当話題になってきてて「フ、ま、ァ、あ、ンクトミー自体のアルバムが初めてで注目を浴びてたんですけどまあやっぱりあの自分のためだけの音楽じゃなくてたまたまオンライン上で知り合って絵が欲しがってるやつに作ってあげた作品をきっかけに。 今ものすごい注目をまあアニメ界からも音楽界からも浴びててぜひ福岡で登場してもらおうというところで数か月あのかかってやっとあのこっちに来月福岡に来ることになりました、はい。あ楽しみです,です、ね、はい今後ろに出てます。であとこちらの中,とあの中身にですねカレッジチ,チャートが作り出す新たなシーンと音楽ヒットということでスポティファイの えー、プレイリストを作っていらっしゃる福龍さんに、えー、ゲストとして出てきていただいてカレッジチャートについてのトークセーションも予定しておりますでこちらは、えー、福岡市中央区大名のルームスにて実施予定ですのでぜひ皆さん11月の27日金曜日お時間を作ってきていただければと思いますそれと、えー、もう1つ予告がありまして えー、あその予告の前に、えっと、ちょっともうお時間もまもなくになりますので最後何かご質問がある方いらっしゃいましたらお手を挙げていただいてと思うんですが大丈夫ですかね大丈夫ですね では最後の予告をこの後と19時からあのミートアップと題しましてえっとちょっと今日の打ち上げではないんですけれども軽くまああのお話聞き損ねた部分だったりとかもっと詳しく聞きたいというところを直接お聞きする機会を作れないかと思いミートアップを予定しておりますこちらが今泉にありますバースミカえっと私が運営をしておりますこちらのバーであのちょっと ひっそりと実施できればと思いますので噂の会員制バードがなかなかいけないですよね、はい、<laughs> ありがとうございますあのちょっと階段で4階まで上がってきていただかなければならないんですが皆さんぜひ足を運んでいただければと思いますそれではお時間もう少しああと3分ほどあじゃあちょっと一個僕質問してもいいですかぜひ<非>、えっと、先ほどこの例えばコロナ禍みたいなこの環境が、えー、アートとかアーティストの及ぼす影響みたいな話は ありましたがやっぱりこの制約の中から生まれるものってあると思うんですけど街が及ぼす影響それこそ福岡すすすごいい排出されたりするじゃないですか東京だったらこのエリアが面白いとか時代によってもそこ変わってくると思うんですけどそこのなんかこう町が持っているアートとかアーティストを生み出すパワーみたいなものって何なのかなっていう。 いや、めちゃめちゃいい質問ですけどそれってミートアップでゆっくり話しませんか <laughs> 3分で聞ける話じゃないと思 <laughs> いやあの、それこそね <laughs> ファインダースの時にあの僕も横にモデレー,データーさせてもらってたけどびっくりした話があってあの福岡市の皆さんとちょっと聞,聞けたんですけどねシーナリングのプロデューサーが、まあ、その時僕らがゲストで呼んでいて。 椎名林檎さんって福岡が生んだ天才シンガーソングライターだったと思うんですけど実は実際は埼玉ご出身なんですよ驚きです、ね、ただあのプロフィール上に福岡出身ってすべてのプロフィールに書いててこれはオフィシャルにそうなんですよでその,、まあ、あのリアルなストーリーをプロデューサーが語っていてまあ実はって言って話がすごく面白かったし今の藤田さんの。 質問に答えられると思うんだけど、まあモモジのご出身なんですね。で、あの中学をこうティーンエイジャーの時に福岡を暮らしていて、だから生まれたのはもしかしたら埼玉の多分あのある場所なんですけど、ずっと私は福岡で育って福岡出身ですって言い続けているんですね。で、それはやっぱりあの彼女にとってのそのティーンエイジャーの時代福岡にいたことが まあ相当インスピレーションになったと。で自分がもし福岡で10代を過ごしてなければ今のスタイルというか今のようなあのミュージシャンにはなってないと思うってことを言っていてまあそれはやっぱりあの冒頭にあったねそのあるいはシアジ a のフォカチャートが面白いっていうのもそこにあると思うんだけどまああの街とかストリートとか 街の人がアーティストに与える刺激とアーティストにななさせてしまう何かっていうのがこの街には福岡にはあるんだなっていうのを、まあ、その時の話でみんなあのこちら側に行ったも向こう側にでみんなびっくりしましたねだからやっぱりリンゴに続く天才やその画家やあのクリエイターはたくさんいるし。 まあ、生まれる環境にここはあるっていうエピソードなんですよねやっぱり大事ってことですよね大事ですよね,ね面白いですねありがとうございます <laughs> <laughs>、はい、ありがとうございますでは続きはミートアップデーということで <laughs> はいそれではですねお時間になりましたので以上をもちましてこちらのトークセッションを終了させていただきたいと思います皆さんご清聴いただきまして本当にありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました